インスタとかツイッターに載せたやつです。これかわいいんです。ほらこことかがキュッてなってたりとか、ウエストがキュッてなってたり。ゆきはさんかわいい。おほんさんにはありがとうございます。運転荒かった。嘘。何ももうねえ、何も蛇行運転してた。嘘。そんな遅かった。コインが全然取れてないからダメだったのかな。あきえさん流れ星ポールさん、くまちゃん、くまままままま、ありがとう。くまちゃんありがとうございます。ひろたんさんかわいい、ありがとうございます。マリオカート、嘘、口開いてた。嘘。羽子板楽しかったです。羽子板あのどん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 自分下がっていくからそう、めちゃ首、あ、首はね出ちゃうのいつも。ショールメンという時も横から見たらこうなってるかもしれない、こうやって首はね出ちゃうの。ストレートネックだからね。口開けっぱなし。嘘。気づいてないね。途中まで1位だったんですけど、どん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 。そうなの。あちゃん蛇行、蛇行が読めなかったのか。何が読めなかったか分かんなくて、結局分かんなかった。羽子板上手だった。負けちゃったけどね。ドロハイさんキュンキュン、ありがとうございます。ゆいちゃんキュンキュン、ありがとうございます。そう、どん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 羽子板後ろ下がっていくから面白かった。あー、いこタイム、明日ショコリ、明日じゃない、来週ショコリサです。ぜひ見てください。なんとか運転、なんで分かんないのにさ読もうとしたんだろうねゆいちゃんキュンありがとうございます。ツアー発表おめでとう、ありがとうございます。ツアー発表されましたね、ついに。福岡行きます、早い、ありがとうございます。ゆきはさんかわいい。ハイブンさん、すごくない？だってさ、私行ったことない都道府県行けちゃうんだけど。あったかいですか4月って、北海道とか。どこ行ったことない、ね、北海道と、ね、新潟に行ったことないです。4月は寒いんだ。そうだよね、ずっと沖縄来てって言ってたから嬉しいよ私は。ねえ、他はね、ある。沖縄はね修学旅行であります。イコラブでは行ったことないです。山口は逆に遊びに行ったことはないです。うん、 MV でね行ったぐらいです。そう、大人食のままです。そんな着替えないよ。そう、最初おろしだったんだけど、そう、なんかあんま漏れなくて巻きました。あ、違う、結びました。沖縄楽しみだ。キワサンダルマン、ありがとうございます。そう、リハでに漏れなかったからね、変えてみた。楽しみ。もう北海道ってさ、苫小牧って読むんだっけ、これなんだっけ、遊ぶ場所なんですかねここは。まあでも、うん、駅から15分ぐらい。そう、わーすごい、苫小牧で合ってる。宮弘さんキュンキュン、ありがとうございます。苫小牧ってなんかどっか遊べたりしないんですかね。大学の、いや今さ、大学生の春休みってさ、いつまで春休みですか。ワンチャンさ、北海道の友達さ、あれな気がするんだけど、あのこっちに帰ってきてる説あるよね。あ、4月から学校？なるほどね。ひろしさん、お鍋。みやひろさん、キュンキュン、ありがとうございます。4月、ワンチャン。4月3日でしょ？ワンチャン。会えないかな？
ないから嬉しいです。とかなんか見に来てくれたら嬉しいな。そういうことができるのかよくわからないけど。でも三河さん日曜日、うん、日曜日だから。宮城さんキュンキュンありがとうございます。次の日がお休みだったら一人暮らししてんのかな、あんまりよくわかってないんだけど。うん、カルッツ川崎2回目です。ヘブンさんペンライトありがとうございます。でもすごいよね、だってさ4月めっちゃやるじゃないですかね。3、8、10、16、19、22、30、めっちゃ4月やりますよツアー。すごいよ。いや沖縄楽しみだな、ずっと行きたかったから。トラシさんかわいい、ありがとうございます。久々のライブだし楽しみです。旅行じゃない、でもさお腹鳴った。でもさお土産は買えそうじゃないですか。お土産だってねなかなか買えないからね。カイトさんだるまありがとうございます。行きたい、楽しみ、できるといいですね。ツアー落ち着いてるといいな世の中が。ね、スペイベ24なんかどっかにスペイベあったなって思った。名古屋が楽しみ、宮城も久々に行くし、山口は、山口ってご飯食べれるのかな。山口ってマジで撮影しかしてないからね、山口っぽいことというかしてない。楽しみだ。福岡も久しぶりじゃないですかね。え楽しみです。中止とかある、まあ状況によってじゃないですかね、それはさすがにね。来月山口行く予定。ええー、じゃあ下見ということで。山口あんちゃん親戚いる。まあさもう全国にさ行くからさもう誰かしらいそうだよね。だって瞳も新潟いるって言ってたしね。あイヤリング取れた。そんな。牛タン食べたい、ね、全部さ一泊したい。愛知はねこの前行ったから、愛知はねもうめっちゃ遊んだ、遊び尽くしました。ひつまぶし食べたし、味噌煮込みうどんも食べたし、串カツも食べたし、うん、でも大阪もちょっと遊んだことあるよね。グリコの前とか行ったり。いや北海道沖縄ちょっと楽しみたいな。宮城も宮城帰りたいな。楽しみですね。あロケ地に行きたか、じゃあ一回中止にして来月行くので、4月10日前後で行ったらいいんじゃないですか。どうですか。山口はサブリミナルです。美味しいものいっぱい食べたいです。宮城も楽しみ、うん。宮城さんハート1000キュンキュンありがとうございます。1000
ありがとうございます。北海道は海鮮が食べたいです。海鮮食べたいですね、うん、北海道の海鮮を食べたい。あとは何が、カニ食べたい。カニ、イヤリング大人っぽい、ありがとうございます。これはお母さんのお下がりです。可愛くない？めっちゃお気に入りなんだけど、いろんなコーデに合わせちゃう。トマコメ何もないんだ。ちょっとご飯食べたいな、楽しみ。レッスンがさ、東京マラソン終わってから始まったら嬉しいなって思ってる。あ、ジンギスカンいいね。ジンギスカン食べたい。確かに刺身は、お刺身好きです。私海鮮いろいろ好き、海鮮丼とか好きです。あ、白い恋人って美味しいですよね。トッシンさん可愛い、ありがとうございます。あ、味噌ラーメン食べたい。北海道の味噌ラーメンランキング1位だった気がする、ね、ピノカナさん初見ありがとうございます。当たれば初めてのツアー待ってます。やっとさ会えるよねラーメンの、ラーメンの中で何味が好きですかっていう、私のこのルームでやってたあのトーナメント戦とか丸々総選挙でも味噌ラーメンが1位になったし、麺類の中で1位になったし、北海道でおすすめの食べ物、北海道で食べたい食べ物の中でも味噌ラーメンが1位になったんですよ。そう、味噌ラーメン食べたいな、うん、うわーいいなー、行きたい、楽しみです。カープさんキュンキュンありがとうございます。ジンジンジンギスカン、あ、夕張メロンいいですね。アリスちゃんは夕張メロンぜひ食べてみてくださいレオちゃんキュンキュンありがとうございます。いやー楽しみだ。ヘイブンさん流れ星ありがとうございます。行くの確定、確定でぜひ応募してください。ツアーってどんなだったっけって感じだもん今。最近夏以来か、夏がツアーだったか、夏以来やってないで、次春だもんね。楽しみだ。4月忙しい、確かに忙しくもあり楽しくもある月になりますね。楽しみだーい。BBM 入ってるといいですね。セトリ BBM 最近は結構みんなフルで出るってことが多かったから、逆にユニットが久しぶりに見れたりとかするかもしれないですよ。うん、5月の沖縄梅雨なんじゃね。うわ、ワンチャンあるね。それあったかいかなとか思ったけど、今から節約ありがとうございますあ、1158ありがとうございます。シフプップーかけめぐろうよ。北海道の苫小牧読めましたか。読めました。苫小牧今日ツアー発表なかったら使おうって思ってたお金全部貯めます。ありがとうございます待ってますツアーありました。白玉さんビギナー始めましてありがとうございます。ヘイブンさん尊いありがとうございます。
あのさ、何通りでしたっけ、国際通り行ってお土産を買いたいです。和牛さん星ありがとうございます。楽しみ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 。新千歳空港から10分ぐらい。何で車で海上国際通りからめっちゃ近い。お土産は紅芋タルトとチンスコは絶対、サーターアンダギーも食べたいな。これは沖縄産、沖縄三大お土産、お土産まあ石垣島在住だから那覇のはぜひ行きたい。待ってます。イルカさんだって沖縄でライブできるなんてね、嬉しいですよ。ねえ、嬉しい。ソーキそば食べたい。何？役割は何？確かに沖縄の総選挙すごい、あれ6月でしたっけ？雨でしたよね、確かに。楽しみだ。北海道も沖縄も行けるのやばいな。石垣島のイコラブファンの方いらっしゃるんです。嬉しいです本当に、ありがとうございます。あ、そうそうそう、横ありで那覇ってなってワイさんにスルーされたやつ。あ、そう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 、そうなんだから、今回もそう、今回も北海道はまたなんか喜んでっていうのはってあるかと思って、あんまり私たち喜ばなかったのにそうなのにありましただからみんなもっと喜んどけばよかったって言ってた。ヘブンさんだるま、ありがとうございます。だってあん時はさ、もうさ、横割りとかも、あ、横割りじゃない、あれどこだっけ、あのさ、一番沖縄が湧いたよね。あ、コニファーか、コニファーもだけど一番沖縄湧いてたもんね。メイク超可愛い、ありがとうございます。リップがもう取れちゃってるけど、うん、2回公演わかんないです、私たちも知らなかったからね。まあツアーじゃないみたいな感じではあったけどでもやっと沖縄行けてよかったです。嬉しい、楽しみ楽しみなるほど、勝利表現独特そう、楽しみ北海道も新潟も初めてだからね、新潟初めて。新潟はお米が食べたい新潟名物ってなんだ。キャンさん、キュー
ありがとうございます。日本酒、お酒が有名なのか。お米、お米食べたいね。タレカツ丼が美味しかった。有名なんか。お米食べたい。どのぐらい美味しいのか。新潟のお米は。なんか全部の都道府県でご飯食べれたらいいですね。食いしん坊。食いしん坊はコンコン。確かいのちさん、キュンキュン、ありがとうございます。夜明けお酒飲める？飲める。私よりかは飲めるよね。違いわかんなそう。結局ツアーのね、名前かわいい。確かに。なんかさ、みんなさ、どう考えても君ってイコラブのこと好きじゃんって言ってたけどさ、どう考えても君ってイコラブのこと好きじゃんじゃないのかなって思ってんだよ。ずっとずっと思ってたの。配信中好きじゃんじゃないのかなと思って。好きじゃんじゃなくて、好きじゃんだったらハテナみたいな。好きじゃんかと思った。横浜弁、横浜弁ですよ。ジャンは好きじゃん。君ってイコラブのこと好きじゃん。あきららさん、星ありがとうございます。あきららさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。タイトルって誰が考えてるの？指原さんだと思ってます。デルファイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。そう、横浜のジャンですよ。ジャン、ジャンは横浜ですよ。横浜ではやんないけど今回。キララさん、キュン、ありがとうございます。魚さん、キュン、キュン、ありがとうございます。あ、タイトルはそこの方言で言うのやったし。いや沖縄とかわかんないな。いや北海道もわかんない。いや全然わかんない。宮城とかどう考えても君ってイコラブのことを好きだべ。わかんな。名古屋はどう考えても君ってイコラブのこと好きやん、好きやん、好きやん。宮城違うの？わかんない。東北はそういうイメージ。キワさん、キューキュー、ありがとうございます。楽しみだ。4月からよろしくお願いします。好きじゃが、え、でもさ、好きじゃん、好きじゃんじゃなくない？好きじゃんじゃないの？好きじゃん。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。絶対そうじゃんみたいな。好きじゃんって思った。すっきゃなー。明日の給料はツアーに残しとく。ありがとうございます。待ってます。
もん。楽しみだ。楽しみじゃん。とっても楽しみじゃん。関西は相手のことを自分、あ、自分さっていうこと。自分さ、君さみたいな。自分さ、もっとさ。関西弁上手だね。いやいや。いやいや。身近にいないですか。君のことが好きやけん、僕はいつもここにおると。私本当にあの福岡弁、博多弁か、博多弁のこの歌が好き。気づかんくてもよかすいとーちゃー。君のことが好きや、好きやねんっていうの。吹雪？え？まあ、中だから。HKT9 年以上オタクしてる。本当に私は小6だから、 6だから中1231238年。8年かな。小6、中123、高123で、今大学2年生だから8年です。話し合いそう。やったやった。でもね、ライブとか見に行ったことないんですよね。そうです、なこさんが入ってからめっちゃ好きになりました。だから私が小学校6年生から好きっていうよりかは、なこさんが入ったのが小学校6年生だから私も小学校6年生だみたいな考えですね。いい。ヘブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。そうですよ、子さんなんですよ私。あなたが大好き、また来たい。たたたた。人生じいちゃん、キューピッドくまちゃん、 I love you。 ありがとうございます。めっちゃ家で踊ってた。家で踊ってました。 HKT が神奈川でツアーの日、イコラブも神奈川でツアーっぽい。おー、一緒の空気吸えちゃいますね。言い方オタク、オタクなの。やだやだ、やめてくださいよ。シャコが踊るとスマホ群れて自信かと思った。何がさ、コードがこれか、これだね。コードが風でね、
楽しみだ、ライブが。何があるんだろう、瀬取り。いつわかるかな、瀬取り。3月頭とかにわかんのかな。こんなにたくさん踊ってるの初めて見た。何、私がこのルームで一人測ったら教えてくれる。まあどうですかね。え、これこういうのってさ、ファイナルまで内緒にしとくべき。絶対さ、見ないようにする、聞かないようにするっていう人いるじゃないですか、やっぱりね。ファイナルまで、え、ファイナルが沖縄ってことですか。そうだよね、 HKT で好きだ。今君を思うが好きです。どこにいても何をしてても。お魚さん、キューピットクマちゃん選び、ありがとうございます。追加があるんですか。追加とかあるんですか、ツアーって。ツアーで追加ってなかなかないですか。なくないですか。あ、桃鉄最後東京に戻って、あ、なるほどね。あ、空耳ロックわかる。空耳ロックも好き、ダンスが好き。追加とかもあるのね。全然わかんないや。埼玉取りすぎちゃったので来てください。いや、北海道まで待ってます。レグルさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。わあ、トモナマさん、後ろありがとうございます。ありがとう後ろ、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 ロロ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 ロ、ありがとう後ろ、ありがとうございます。これの後ろは何城かな？お城ロロロロ。トモナマさん、ありがとうございます。レオちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。首里城かもしれん。そうだね、生で見れなかったんだよね、前行った時チュラウミ行っちゃって。あー、 HKT 城も好き。 HKT 城も今動く、ルータ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 、あのさ、カップリングでさ、全役で見たんだよね。大好き HKT 以上。カルカチ。みんなさ、おかっぱなんだよね。ロマンティックビュー。
さんと指原さんのお宅です。おー、指原さんは SNS をフォローしててイコラブのことを知りました。ヘブンさん音符ありがとうございます。初回を始めていく件はそれ謎謎ですか。北海道は県じゃないみたいな感じ都道府県だったら北海道とあとは新潟です。新潟始めていきます。ひろしさん星ありがとうございますルッピーさんだるまありがとうございます鍛えられすぎです。そうなのよ、鍛えられちゃってんの。そう、日本で一番北の県は、そう、そういうそういうね、謎謎ばっかりだから世の中はもうねひろしさん欲しい、バナナさん欲しい、ありがとうございますそういうのよくあるから。日本で一番面積が大きい県はとかね、ね、よくあるんだから。ちゃんと疑っていかないと。そう、岩手岩手小さい都は小さい都はって。ヘブンさんトトイありがとうございます。おやすみおやすみ、またお話ししましょう。いっぱいヘブンさん欲しいありがとうございます。今日誕生日おめでとうございます。のんちゃんハピバ1月20日おめでとうございます。マイカと瞳の間ですね。挟まれちゃってますね。誕生日順に並んでってなったらそうなりますね。おめでとうございますハピバーめでたきおきです。今日友達誕生日おめでとうございます。ぜひ LINE してあげてください。友達おめでとうってお酒飲んだ。お酒は誕生日の日に家族と飲みました。一発目ビールで飲んでみたけどあまりでしたちょうど苦いやつ飲んじゃってね。ジュさん欲しいありがとうございます。8月やけどキリ隣行けるかな。私とサナツン、サナツンより前なら行けるかな沖縄行ったらオリオンビール飲むといいよ。オリオンビールは何か違うんですか。オリオンビールは美味しいんですか。ビールがあんまり好きじゃなくても美味しく飲めるビールなんですか飲みやすい。そうなんだね。オリオンビールのあのなんていうの、ほろ酔いみたいなやつは飲んだことある。なんていうの、ああいうの、なんていうの、ほろ酔いみたいなやつっていつも言っちゃうんだけどカクテルじゃないし、なんていうの、ああいうあのジュースみたいなあの美味しいやつあ、チューハイっていうの、チューハイって言うんだね。チューハイ飲んだことあります。ショコが二十歳なんて信じられない？信じられない。もう二十歳なんです。もう二十歳なんです。
という間なんです。私も年を取ったけど皆さんも年を取ったんですよ。初期から押してくださってる方だったらもう5歳もね年がいっちゃってね。ねえ、まあ私が15歳から20歳になったので、まあ後半、あの年齢が後半だった方はまあ何十っていうのが上がったんじゃないでしょうか。ねえ、押し始めて2ヶ月だから、まあ、2ヶ月まああと5年後はね、まあ、5歳年取ってると思うので、私もだけど。それぐらい長く末永く押していただけたら嬉しいですね。一緒に年を重ねていきましょう。もう5年ですよ。5年もいるなんてね。もうちょっとしたら小学生完成しちゃうよ。何度目かの成人式。そうだね、成人式はまあ2回なんだけど、振袖をめちゃくちゃ着ましたね。ヘブンさんキュンキュンありがとうございます。大きめやり。ヘブンさんキュンキュンありがとうございます。鳴るっていうあの仕様ではないんですけど、あのまあぶつかって鳴ってますね。2月は何着る鬼。まあ節分もありますし、バレンタインもありますね。あとはまああのポイズンガールとかね、匂わせ。なっちょパラありがとうございます。ぜひお話し会で。逆言ったらその部しか着ないので私、まあ、このルームでは着るときあるけど、なのでどの部も1枚でもいいから撮っていただけたら嬉しいですね。土曜日お話し開発参加です。ありがとうございます。なっちゃんもう土曜日、明日、明後日だね。やばいやばいぞ。思っていたやつがなくてね、やばい。もう一着どうしようっていう感じです。今は何かしらはあるんだけど、これいつか着ようみたいな、どれにしようかなって感じです。話さなすぎて顔忘れられてそう。忘れてないですけど、あのぜひ会いに来ていただけたら嬉しいですね。ハッピーはるかさんだってめっちゃ初期から押してくださ、押してエコラブ応援してくださってますもんね。あ、りえこちゃん今年初お話し会待ってます。例のコラボの服が可愛くて気に入り。コラボの服ってなんだ。声は覚えてもらってなんでそんなに、それ声はって何。あの人顔出てくるけど声思い出せないなーってみんななるの。話し会の前に緊張しないいい方法なんかないですか。手のひらにショコって書いて食べるといいと思います。
人がいっぱいいるとね、あの緊張する時って人って書いて食べるじゃないですか。今日さ今日さ、あのリハの時だったかな、私はさ、リサ、隣がリサで、でもお腹痛いんだけどって言ったら、のの字書きなって言われてさ、手のひらにのって書いたらさ、お腹だよって言われた。あ、そっかってなった。何言ってんだろうと思って、のって思って、お腹大丈夫なんですけど。なんかよくさ、なんか頭の中にさ、リサがオーディションで人って書いて食べてるところが思い浮かんじゃって、脳書きなって言われて、分かったって脳書いちゃった。間違えちゃった。キツネのゴンさん、だるま、ありがとうございます。アリちゃん可愛い、ありがとうございます。二人だけで笑ってる。飲んだ効果あった、ありました。羽子板うまかった、うまかったですか。まあまあ、お正月にお母さんとやってたサラツンとだったから負けちゃったけど。難しかった。でも結構続きましたよね、サナツンと。嬉しい。ミラクルのノー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 、カイコに可愛い、ありがとうございます。うん、山口県来るの嬉しいって、山口行きますよ、楽しみだ。全然できてなくて可愛かった。マリオカートもね。まさか私もマリオカートできると思ってなかった。人生2回目のマリオカートです、あのスイッチでやるやつ。クラッカーちゃんと鳴らせました、多分。はなちゃん全体できるマリオカート、可愛かった。最初1位だったのにね、私マリオカート。コインをさ、多分落としてさ、スピード落ちたよね。あれコイン取ると速くなるんですよね。でこの前マイカとやった時に聞いた。みんなマイカとやってんじゃんってやつなんだけど。テレサだったかな、最初のメンバーがねやってたやつだったんだよね。マイカといつゲームしたの、ね、あのクリスマスの時、クリスマスパーティーの時にやった。あの時に一回だけやって、やった。その時は6位ぐらいだったかな、忘れた。あのドリストっていうやつが使えなくて、蛇行してたっていうのはさ、そのコインが取れてないからってこと？コインが取れてないからってこと？あ、違う？あ、普通にくねくねしてた。そうなんだ、そうなんだ、全然気づいてない。くれくれしてたと思ってないです私。普通の速度でも。そうなんだ、あのこう大回りしてるとかそういうことじゃなくて、もう普通に真っ直ぐの道の右行ったりしてた。あ、そうなんだ、
あれかな、あのさ、こう右左だけでいいのにさ、ま、前押してるからさ、ちょっと右になってたんかな、わかんない。でも楽しかったです。楽しかったです。リーダーはもうダコって読めますか。でもね、そのヘビをさ、ダって読むっていうのがさ、私中学の時に知った、打足っていうのを習って、それで初めて知りました、打足って。それで、あ、これダって読むのってなった。ヒッキーさん、だるまままま、ま、ありがとう、だるま、ありがとうございます。あ、そう、漢文でやったかも、そう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 。あ、そっか、長蛇の列、確かに。それは気にしてなかった。打足って、これ打足って読むの？と思って。なんか、衝撃が走って覚えました。スルーしてた？どういうこと？ショールームではスルーしてた？あ、イコラのみくじ引いてない、引く、イコラブのみくじ引いてない方引きましょう、一緒に。お、ドクドクドク、じゃん、いおりでーす。まだかぶってない、もう全部貯めれないんだけどさ。今誰もかぶってないです、メンバーも。すごい、1、2、3、4、5、5人、あと6人。そう、全然やってないからね。まだ5回目で5人です。あ、昇降基地来た？昇降基地まだできてないです、私。あとミリン、ヤハナちゃん、キアラ、瞳、私です。他にかぶったらやばい。そうなんだ、あと11ぐらいしかない。うん、6人、あと6人揃えたいです。多分明日は私、自分が出ると思ってます。イエーイ、今日綺麗なお姉さんって感じで可愛い。イエーイ、20歳だからね。予言、私は明日出ます。ヘブンさん、ありがとうございます。ピッサ押さない、こうだったら。そう、振袖のツイート2枚目がひつまじ悪かった、本当になんでっていう感じです。なんでなんでなんでやねんねんねん。うん、気づいたけど、まあ、いっかってなって。いや、元からじゃないはず。だってあれ、前にツイッターに載せたやつを一回保存して LINE に送って、 LINE の保存して投稿したから。多分
うん、明日振り袖の名前写真届く。おお、あ、私ね今日コード届いてました。これでもう短いのやつ、短いやつとおさらばです。来ましたよ、やっとだ。もう一個欲しくなっちゃうね、こんなね。イエーイ、1メートル。純正です、純正って書いてあった。届きました、嬉しい。あ、どうした。でもね、この前頼んだ時はね、なんか領収書みたいなのが付いてたんですよ。それが今回はね、来なかったんですよ。そんなことありますか。壊さないように気をつけます。もうあと20分しかない。ケーキで落ちる。これってケーキで落ちるんですか。逆になんかもう何が落ちるとか分かんないからさ、あんまり。いや、それだけ。別にあのなくてもいいんですけど、領収書領収書なくてもいいんですけど、まず袋の大きさが違って、前回届いたのすごい大きい A4 サイズだったんですよ。でも今回この なんていうの、あのちっちゃい封筒で、あの A4 を三つ折りにしたみたいな、そういうやつで、え、これ折りたたんで入ってんのかなと思ってさ、慎重に開けたんですよ、ちゃんと。今回はたら泣いてなかった。そう、違うんだなって思った。そう、前破っちゃったからねそうだ、成長、そう成長しました。今日はネックレスをしています。ネックレスもイヤリングもリングもしてる。もらったリング、リップにネイル、イヤリングも今日気にしちゃいましょう。自信もあるし、自信も強い。私が好きなの、騙してあげるから、スペシャルカメラを画面に入れないでね。青いラーメンに入れときます。気づいてよ、気づいてよ。どうだったっけ。カメ、カメオ、カメオ、カメオ、気づいてる、気づいてる、気づいてる、カメオ、してましょう、いい角度で。レキレキ楽しかったです。ケトゥさん、キュンキュン、ありがとうございます。
あ、そう、焼肉ライクです。ストーリーの約束が良かった、ありがとうございます。ちゃんと撮ったやつもあったんですけど、謎にブレてるやつがあって、まあいっかこれでっつって載せました。ひこちゃんいっぱい食べます。タン食べました。焼肉その時は普通になんか食べたいなって感じぐらいだったから、タンとハラミとロースを食べました。ネギシ行きたいです。ネギシ行きたい。全国展開ですか？全国展開じゃないんですか？わからない。このルームで焼肉ライクのことを知ったので、うん、ご飯食べました。美味しかったです。一番好きな部位タンです。タンが一番好きです。全国展開、情報源ここ。そう、焼肉ライクというものがあるんだって思って。キンタンも美味しいですよね。見分かんないけど、一回も見たことないし、何のキャラクターも知らないけどやってる。これだけ分かる。皆さん、キンキンありがとうございます。ここにでもあるんだね。知らないのに、そう、全然あの鬼滅わかんないのに映画見に行く人なんで。五条さんという方がいるんですね。今日の前髪完璧そう。今日はちゃんとやりました。分けてないけど。ヘイブンさん欲しい。レオちゃんキュンキュン、ありがとうございます。福岡にあるかわからないです。くるんってなってる髪かわいい、ありがとうございます。イエーイ、くるんってしました。ギリギリで髪型を変えました。好評で嬉しいです。メガネかけたカッパみたいな人。東京にしかないことはないと思うけどね。大人っぽいって嬉しい、ありがとうございます。どっちがいいですか？大人っぽもたまにはみたいですか？お話し会とかはどうですか？大人っぽ。大人、バブ。バブの方が人気？もしかして。あれ？あれ？おかしいな。もう二十歳ですよ。一応。一応言っとくんですけど、二十歳なんです。私チキさん可愛い、ありがとうございます。うん、本当にあと半年でも21になっちゃう。まあ、ちょっとずつ私服は大人っぽくできたらいいなって思ってます。うん。年追いつかないよ。そう、私
私早いので走るの。意外と幼稚園のコスプレしたことないよね。制服衣装が辛くなってくるか、今んとこそんなことはないですね。嬉しいです、制服衣装着れる。PPM の君だ、君だけが。数日だけに子さん離れちゃった。幼稚園児にはなったことないです。3ヶ月だけもないでしょ。おおおおおお、制服衣装どんどん減ってる。あ、確かに。でも全部内緒制服だったね。まだ1年も経ってないね。って、いつまで配信しますか。0時まで配信します。58分だったら教えてください。ラーマンこの前ね切ったから大丈夫なはず。大丈夫です。そうじゃん、前から誕生日じゃん。もうあと10分で皆さんジャンプするんですか、推しの誕生日の時。チケさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。こっちの方がキュンキュンキュン、ありがとうございます。直角巻き巻き可愛いでしょ。ジャンプジャンプってあんま聞かない。チョコシャンドキしてるんですか。シルクさんだるま、ありがとうございます。あ、もう何だと思ってる。いや、だってケーキを注文してくださる方もいらっしゃいますし、なんなら私より飾り付けしてるじゃんっていう方もいますから、私がジャンプするので、あのジャンプするのかなみたいな。ケーキは買おうと思って、おお、いいですね。ケーキ、あ、今日ケーキ食べました。あのマイカとひとみのケーキをみんなで食べました。今までで一番美味しかったかもしれないってぐらい美味しかったです。中がね、何ケーキでしょう。チーズケーキ。正解はチョコレートケーキでーす。チョコレートケーキなんですよ。だから食べました。だから食べました。ん？いいでしょう。あのね、横割りのねケーキも黄色いケーキだから、何味だろうなと思って切ったらチョコケーキで沸きました。ヘブンさん、オープン。
レオちゃんキュンキュンありがとうございます。あれはあの横アリのあの映像があったと思うんですけど、なんか横アリだねって、それでケーキ何食べたいっていう時に、私はチョコレートケーキ食べたいみたいな、好きって言ってたら、それを聞いて見て、そうチョコレートケーキにしていただけたんですって。わーい、黄色いチョコじゃなくて中が本当にあの茶色いチョコです、あのこういうチョコです。嬉しかったです。今回もチョコレートケーキ美味しかったです。みんなチョコの方が食べる気がする、多分。この色です。ねえ、花ちゃんの絵もね可愛かったです。チョコ嫌いな人あんまり、うん、チョコ今ここにある、朝食べきれなかった1個です。家出る時間だと思って食べれなかった。チョコです。毎年2人なんかやってる、確かに。そうだね、花ちゃんの絵のやつは ほとんどというか半分、3分の1ぐらいリサが食べたかな。でも美味しかったらしい。私は食わず嫌いでしたけど、みんなね食べなかった、もったいないって言って食べなかったけど、リサは瞳を食べてました。瞳だけ食べてました。まだね、指原さんの YouTube 見てないんですよ。田中みな実さんのやつですよね。マイカも食べてあげて、なんか近かった方を食べてました。美味しかったし、いちごめちゃくちゃ美味しくて、久しぶりにケーキをいっぱい食べました。なんかチョコってホワイトチョコって言ったかな。ヘブンさんキュンキュン、ありがとうございます。ホワイトチョコって言いたかったのに、チョコって先に言っちゃったやつ。ホワイトチョコ私は食べてない。めっちゃいちごと中のチョコケーキを食べました。3分で58分、ありがとう。美味しかったです。チョコ好きです。すぐピースしちゃう。どうしたらいいの、大人っぽいポーズって。大人っぽいポーズって何、ポーズしないのが大人。決め顔、ツアータイトル動略、それね話してた今日。なんどうなるんだろうねって、あまり私たちが決めてるわけじゃないからね、略すのって。どう好き、どう考えても君ってイコラブのこと好きじゃん、だからどう好きで、いや分からん。今日好き見てもキュッ、後半が好きだともうそうなっちゃうよね、どこ撮っても。どう考えても君ってイコラブのこと好きじゃん。どうじゃん、どうじゃんはやばい、君じゃん。明日
シュタグエコラブ好きじゃんって可愛くない？タキコさん今日好き知ってるよ。はじめはちょっといいな、軽い気持ちから始まった恋で、ただ楽しかったのに。パラッパッパ。全部大好きな私。言ってはくれたけど。そう、足立かなさんが好きです。辛くて胸が痛い、あなたの気持ちがわからないから、言わなきゃよ、言わなきゃよかったかな、あなたの。うわ、これ TikTok 踊ったのにな。これか。彼女になりたいなんて聞かなきゃよかったんだ、だごめんありがとうの言葉を、うん、どんな忘れちゃった。何恋をしています、だったかな。お時間ありがとうございます。かっちゃん流れ星ありがとうございます。ランキング読みます。ランキング13位、アリスちゃん。12位、キャンさん。11位、オーツさん。10位、デルファイさん。9位、ワンナナさん。8位、ポールさん。7位、宮弘さん。6位、お魚さん。5位、ジュさん。4位、ヘブンさん。3位、人生じいちゃん。2位、トモナマさん。1位、ヒロシさんです。ありがとうございます。ありがとう、シロー。ありがとうございます、ヒロシさん。違うよ。トモナマさんだ、お城は。あれ、ありがとうございます。ありがとう、シロー。トモナマさん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。2列目、ハラディさん、トッシンさん、ハマユーさん、ペンタさん、フィズニャンさん、イマママさん、タークン、トキワさん、メリダさん、サンタさん、ナナイロさん、ユイちゃん、ヒッキーさん、サシコイノチさん、黄金さん、ヒロタンさん、テルーンさん、ピーマンさん、アオちゃん、タミさん、シンヤさん、チビタンクさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。4265人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんのお品書き、たくさんのゲスト、たくさんのコメント、ありがとうございます。ということで、ゴラブ全員集合もありがとうございました。またツアーでお会いしましょう。バイバーイ。感謝。おやすみなさーい。